はい、実況させていただいておりますシロックマンです。よろしくお願いします。はい、今日は久しぶりに、Wii をね起動させました。今日はね、なんで Wii を起動させたかと言いますとね、ちょっとね、Wii のね、WiiWare っていうね、レトロゲームの新作みたいなのがね、Wii で配信されてるんですけどね、ちょっとそれでちょっと買いたいゲームがあるんで、ちょっとね、今日はね、ダウンロードしてみようかなと思います。はい。そういうことで、ちょっとね、今日は久しぶりに起動させました。ちょっとね、アナログテレビで、ちょっとね、今、やってるもんでね、ちょっとレーザーが発せられてると思いますけどもね、ご了承ください。こんな感じ。僕ね、このね、アナログテレビに、このね、Wii をね、もう、こうやってね、もう、なんていうのかな、こう、くっつけてるというかね、Wii 本体をね、もう、このアナログテレビにね、もうなんか、もう、なんていうのかな、こうくっつけてね、もう、これで固定になってますね。固定専用というかね、はい。っていう、Wii 専用のアナログテレビっていう感じになっちゃってますね。はい。これで、ダウンロードしたロックマン9とかロックマン10とかやってますね。あれ、ちょっと待って、動かないですか。これでいいのか。マイクを検査した。久しぶりだからね、ちょっと勝手がわからないというか、これどうやって、あ、A ボタンか、A ボタン押せばいいのか。はい、これが僕が持ってるね、ダウンロードしたゲームですけど、まあだいぶ前の話ですよ、これ。SD カードの中にもゲーム入ってまして、あ、そうか、今刺さってないのか、そうかそうか、最近購入した 3DS でこの Wii でダウンロードしたねゲームがプレイできるかどうか試すためにね、 Wii から SD カード抜いたんでしたね。どうやらね、Wii でダウンロードしたゲームは Wii でしかプレイできないようになっているようですね。 Wii か Wii U じゃないとね、 3DS ではプレイできないようになっているようですね。この Wii でダウンロードしたねロックマン10とかロックマン9がね、3DS でプレイできたら最高だと思ったんですけどね、どうやら無理のようです、それは。はい、
や、このね、Wii でのね、バーチャルコンソールとかに関してはね、来年の1月末で終了らしいんで、サービスがね、Wii の。だから今のうちに買っとかないと忘れちゃうんでね。はい、まあでもね、Wii U またそのうち購入しようと思ってるんで、Wii U 買った時にや、ね、ダウンロードしてもいいんですけどね。まあ、正直なところね、バーチャルコンソールに関してはね、買う必要ないので、僕はもう今ね、レトロペディアとか中古製のゲーム機でほとんどの、ね、ゲームが手に入ったんで、だから Wii ウェアぐらいですね、買うとしたらね。はい。購入でポイントがないんですよ。あ、不足してます。あれ、ちょっと待って、これクレジットで僕買おうと思ったんですけど、クレジットで買えないんですか、これ。クレジットで買えないのかな。クレジット決算で買えないの、これ。決済か。Wii ってクレジット決済で買い物できなかった、できないのかい。前、できるようなふうに思ってたんですけど、できないのかな。対応ソフトは Wii 専用ソフトなど、購入したいソフトを選ぶとそのソフトに関する情報が表示されます。購入したソフトは Wii 本体保存メモリまたは SD メモリーカードに受信することができます。 SD メモリーカードに受信する場合は SD メモリーカードを Wii 本体に差し込んでください。購入をポイントとして A を押すと受信方法を選択、画面が表示されます。 Wii 本体保存メモリまたは SD カードのどちらかに受信するか選んでください。ね、クレジットできないの？クレジット決済で買い物できないのか？すればコンビニとかでポ
ポイント買わなあかんね、Wii ポイントをね。そういうことか。じゃあ Wii ポイントのやつをコンビニでクレジットで買って、それでそれをね、記録させてこれに買わなあかんってことや。そういうことか。まあでも、来年のね、1月末までまだあるから、そのまでに買えばいいんですけどね。これとね、グラディウスのなんかね、新作みたいなのがあるんですよね。それも欲しかったんですよね。それとポールの大冒険っていうね、ちょっと関西弁のね、ツッコミとかが入ってるアクションゲームがあるんですけどね、それも欲しかった。その3つが欲しかったんですよ。そういうことか。メーカーから探す、ジャンルから探す、ソフトの名前から探す。あ、ちゃうちゃう、そう、検索になるのか。ジャンルから結構ありますね。ちょっとせっかくだから見てみましょうか。リバースもいいですね。ですね、これも欲しいんですよ、ポールの大冒険ね。514ポイント安いですね。これ一番欲しいんですよ。とこれですね、ドラキュラ伝説リバースね、これも欲しいんですよ。シューティング。シューティングでも欲しいのあるんですよね。これ、グラディウスリバース欲しいですね。コントロールリバース、これさっきもありましたけど、シューティング扱いにもなってるんよね。ロープレってどんなのがあるんやろ。
ですね、あとはね。大冒険とドラキュラとグラディウスとコントラぐらいかな、ちょっと欲しいなと思うのはね。それ以外別にいいかなって感じやな。まずアルカノイドってパズルゲーム扱いなんですね。ブロック崩しですけど。レースってどんなのがある？エキサイトバイクはね、もう購入してるから。